はよう、おはようでした。こんにちはか。よいしょ。え、いい感じですね。アイライン。よいしょ。今日はお仕事があるので長めですね。今日という日が長くなりそうです。おはよう。そうなの、何したいか分かんなくなっちゃった。配信始めたらいつもやってるメイクの手順が分かんなくなで、まだちょっと起きたてほやほやだからちょっと30分前ぐらいに起きたんですけど、起きたてほやほやだから、ちょっと起きたてほやほやな顔してる自分がちょっと嫌ですね。じゃ、なんか起きたてな顔してる。この前まつげがめっちゃ綺麗に上がってるので、ちょっと嬉しいですね。この前揚げに松橋に行っていい感じ。そう、起きたてぽやぽやしちゃう頭が。そうなの、松橋したの。あ、よいしょ。確かにまつげね、大事ですよね。でも逆にまつパしちゃうと、あのメイクしてない時にまつげだけ浮いちゃうんですパッてまつげだけ上がってるから浮きやすいっていうのが懸念点ですね。え、シピシピめっちゃ使ってるよ。すごいいいのこれ。この前メイク、ちなみにこの前あの最近買ったんだって言ったメイク紹介したアイシャドウもしっかり使ってメイクしてます。これこの前買ったアイシャドウでメイクしてる。
いい感じです。かわいい。あとこう前からなんですけど、前からなんだけど、私アイドルさんのライブ映像を見るのが結構好きで、めっちゃ結構見る人なんですけど、見出すと止まらないんですよ、ライブ映像とかって。で、見出すと止まらなくなって見てたら歌いたくなって頭から離れなくなって、ちょっとそう、めっちゃみんなの前で演奏ずっと見ちゃうよね。歌いたい曲いっぱい増えてる。みんなそう、踊りたくなるけど、カラオケとかで歌えないからさ、そういう曲ってめっちゃ歌いたいけど、カラオケとかで歌えないから、ずっと私の頭の中ずっと音楽が流れてる。ずっと何か歌を歌ってますの、頭の脳みその中で。私日頃本当に、だからすぐ口ずさんじゃうんです、歌とかも。こんにちは。今日、なんで私がヒューリックホールに行った時は来てくれないの？こんにちは。そう、新公演曲とかニューシングル曲口ずさんでましょうねやめてくださいやめてください。ちょっとやめてください。口、絶対に口ずさん、もう怒られるどころの騒ぎじゃないですよ、そんな口ずさんじゃったら。やっぱ危ないよね、本当に危ないの。私一回曲聴いたら結構頭に残るタイプだから危ないですよ、結構つい口ずさんじゃうって本当にあるの、私生きてて。それはあずらね、これはあずっちゃったら結構大変。こんにちは。それでは眉毛を。今日はでもがっつりメイクというよりかはいい感じにメイクって感じの日なので、お仕事的にこのぐらいでいいかもしれない。よいしょ、
私パフォーマンス嬉しい、ありがとう。私さ、なんか多分自分のレッスン動画とか見るのもすごい好きなんですよ。レッスン動画とか見るのもすごい好きで、だから自分の昔の踊ってたレッスン動画とかもたまにこう見返したりするんですけど、たった何ヶ月前でもこの時の私変下手ってめっちゃ思うめっちゃ下手、過去の自分が全部そう上手になんかいいなって見えなくて、自分がそうな、その時は全力で、その時はこれが精一杯だったんだなと思うと面白いなと思う。アズミンパーカーとキャップ、おっ、いっぱい来て、会いに来てねいっぱい来てね。私も今日自分の T シャツ着てお仕事行こうかなってちょっと思ってるんだ。リバティエイジ、今日僕の誕生日です。マサフミさんおめでとう、誕生日。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアマサフミさん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。ナーピが一番大好きなの。じゃあナーピが一番でもいいからアズミンのこともう好きになってよおめでとう、おめでとう、こんにちは。こんにちは。そうだから、そう見返すと気づきあるね。普通レッスン動画好きです、レッスン動画見るの好きなんですよ私。誰でも大好きですDD だった面白い、よいしょ。2.53 の声が楽しみ、え嬉しい、よしこれで完成ですあとは唇を可愛くしたら完成。開始してました、でも途中から始めたのでもうちょっと完成してる状態からだったんだけど、 OK。 今日はあんまりがっつりじゃない、公園よりかは薄めって感じですね。全然、うん、公園よりかは薄めメイク。こっち、ちょっとかい、ちょっとやって、ちょっとやってたのメイク。そうだからそれにプラスだから、でも30分ぐらいです、30分ぐらいかな、最近は30分、ちょ35分、34分、40分ぐらいでメイク頑張ってる。おはよう、パジャマ服パジャマなんよまだ。そうまだちょっと起きたてほやほやだから着替えれなかった起きたてほやほやの自分は着替えれなかった、まだパジャマから。おはよう、よし、じゃあ今日も頑張ろう。
髪型は、いや髪型はこれもね、あのこう整えるよ、ちゃんとこれからこうするかな、多分パジャマこれはあずみんのまだもうちょっと寒くなる直前ぐらいに着てるパジャマです。これ好きなの。ちなみにこれ無印で売ってるから多分お空できる多分今も売ってたら、これすごい生地感が良くてね、よく着てます。こんにちは。よし、じゃあ今日も一日頑張ります。ありがとう、ごめんね。めっちゃ夜早、あのもしできそうだったら配信するね。お仕事終わって11時半過ぎとかになっちゃうかもしれん。もしかしたらちょっと分かんなくって、いける、配信できそうだったら配信する。夜もありがとう、短めになっちゃったんですけど、そろそろ壇上読みます。13位、もじさんありがとう。12位ぬっしーさんありがとう。11位こにゃまるさんありがとう。10位こうすけさんありがとう。9位今もまだふーちゃんロス中さんありがとう。8位かぎさん17さんありがとう。7位スタンド H さんありがとう。6位ナポリンさんありがとう。5位やちりんさん、あ5位ディオさんありがとう。4位やちりんさんありがとう。3位くまねぽぽさんありがとう。2位せいやんありがとう。そして1位はドゥルルルルルパン、ゆずきちさんありがとう、ありがとうございました。行ってきます。みんなも頑張ってね。行ってらっしゃい。